こんにちは、クリッカー夏猫です。先日48年ぶりに登録者販売ランキングで1位を獲得した日産のコンパクトカーがノートです。エンジン車も人気ですが、販売台数の牽引役となったのはシリーズハイブリッド車の e パワーであることは間違いありません。そんなノート e パワーをベースにロードカーとしてチューニングされたモデルがノート e パワーリスモです。今回試乗を行ったのはノート e パワーリスモにリスモパーツが装着された仕様となります。パワーユニットのチューニングはスポーツリセッティングと呼ばれている ECM エンジンコントロールモジュールの変更によって行われています。 ECM という名称ですが、当然モーターやジェネレーターのコントロールも同時に行われています。乗ってみると加速感が力強くなっているのはもちろんですが、アクセルペダルを戻した時の減速感が強く、より楽々とワンペダルドライブができます。今回の群馬サイクルスポーツセンターの試乗コースですと 70% 程度のペースで走ると3箇所くらいしかブレーキを使う場面はありませんでした。ハンドリングには劇的な変化がありました。ノート e パワーリスモの標準車はオープンデフなので、コーナーでロールが大きくなり、イン側タイヤのグリップが落ちた方にばかりトルクが伝わってしまうのですが、試乗車にはヘリカル LSD が装着されていたので、ロードした状態からアクセルを踏んでも車が前に進みます。コーナリング時の脱出速度はかなり稼げる仕様でしょう。かつて日産はサニーやマーチにスポーツモデルを設定してきました。コンパクトカーの主流がマーチからノートに移って、ノートになった時にはスポーティーモデルは根絶されたかと思うこともありましたが、その DNA はきちんと残り心を躍らせてくれました。